はい、今回の動画はですね、ちょっとね、真面目なね、動画とか、動画の中にね、真面目な動画とか、結構悲しい動画とかね、例えばペットが死んでしまったとかっていう風な動画とかに、低評価とかね、笑ったりと、笑いをつけてなんか茶化したりとかするような人いるじゃないかっていう風に思ってるんだけど、ずっとね、俺見とってからさ、そういう動画を見とって、で、コメント欄見たわけ。とか、低評価もね、ちょっと気になるし、そういうコメントとかもね、気になりますよ。いやちょっと真面目すぎてね、つまらなかったりとかしてから、そういうことをするっていうのは、もしかしたらあるかもしれないけどさ。でもね、やっぱりね、場をね、考えられんっていうのはね、なしだと思う。そうやって、なんて言ったらいいの？非常に非常識。非常に非常識って言ったらちょっと日本語がおかしいけど、ちょっと非常識ですね。そういう人って。いや空気読めてないなって。別に見んでもええや。見てしまった人はさ、見てからいいコメントをしたいとかね。ネットの中でね、いろんな人が俺、頭のおかしいやつもおるよ、そりゃ。ちょっとこの人変わったなっていうやつもそりゃおるよ。でもね、そういう人って、やっぱり、どうかなと思うんだよ。これ言ってもね、しょうがないと思う。もし俺がこういうふうに、今ここでね、こういうふうに伝えたとしても、あなたたちには伝わらないかもしれない。でも一応俺は言うんよ。子供なんかよくわからんけど、子供は子供でもね、やっぱり場を考えるっていうふうなね、大人にはなれんし、大人なんか、もし大人なんだったら、それはまだちょっと頭の中が子供っていうことになるよ。そういうことだよ。この中で、ね、一番腹立ったのが、何だったっけ、猫が死んだ、もう5年ぐらい前の話なんだけど、猫が死んだ動画、なんかうちのペットが死にましたっていうふうに出してるっていう動画あるじゃん。で、あれに対してクソ笑うたとか書いてるやつおったんよ。あれが一番腹立ったね。何がおかしいんだって思いました。5年ぐらい前の話なんですけど。いや、普通さ、じゃあお前がさ、お前が例えば父さんが亡くなった時とかに、クソ笑うたっていうふうに言えるんかっていう話なんですよ。例えばそういう、父さんでもいい、お母さんでもさ、母さんでも、亡くなった時に、ね、葬式とかあるわけじゃん。そこでさ、クソ笑うだとかいうふうに言えるんかっていう話なんですよ。そういうとこがね、常識がなってないやつなんじゃないかなっていうふうに俺は思う。で、これね、低評価、次。低評価に押してる人は、何か理由があってね、こんな悲しい動画出すなとかっていうふうに思ってるかもしれんけどね。小学校の時から見てましたから、YouTube って。小学校の時はね、なんでこんなとこで、なんでこういう発言をしてるのかっていうのはわからなくて。で、前のアカウントで、暴言入ったって喧嘩をしたことはありますけど、ね。今の俺では考えられんけど、死ねとかカスとか、いうふうなコメント書いてました、昔。そういうコメントに対してね。今だったら、こういうの面白くない動画に対して低評価を押してるのが、だからも、こういう動画を出してもつまらんぞっていうことで低評価を押してるのか、こういうことを動画に出して果たしていいのかっていうことで低評価を押してるのかって、いろんなね、考えが出てきますけど、頭の中には。低評価をしてる人はね。でも正直ね、そういう人ってね、何のね、悲しみっていうか、そういう感情とかがない人だと思うんだよ。正直、今も。パッとね、そういうふうに思ったりします。そういう人って。マジで。それに関しては、どう思う？なんて言ったらいいの？批判をすることでもないと思うんだよ、正直。そういう、なんて言って、愚かじゃないの。愚かも愚かになるけど違う。そうか、おろそか。おろそかって言うんかな、ああいうの。おろそかな。おろそか、ちょっと待って。おろそかって言うんかな、ああいうの。ちょっとおろそかな。ちょっと待ってね。おろそかっていうのないな。真面目な動画ですよね、言ったら。真面目な、マジで俺ね、昔から国語とか英語とかマジ苦手だから。ちょっと言葉がね、たまにね、間違えることがあるわけ、勘違いして使ったりとか、そういう時にはちゃんとコメント欄とかに、ちょっと教えてくださいね、ちゃんと。
って、まあ、真面目な動画っつったら一番いいか俺には、うん、そういう真面目な動画に対して、まあ、そういうなんか茶化すようなコメントだったりとか、どう見てもそれってインターネットとかの嫌がらせだと思うんだよね。まあ、まずそういうことをまずネットに上げるのはどうかっていうふうに思うかもしれんけど、そんなこと言ったらあなたたちはだってそういう動画に対して低評価をするのはどういうことだとかっていうふうに言われてもしょうがないわけだからね。そこはよく考えてほしい。うん、そういう感じですよ。うん、やっぱりね、そういう人ってね、うん、そういうなんていうの、やっぱりあの、そういう感情がこもってないと思います。それはまあちょっと残念だなっていうふうには思いますけど、まあその人にはまあその人のね理解があるんじゃないかなっていうふうに思いますという感じです。というわけでですね、今回の動画は以上です。本日も最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルの動画の視聴者にお知らせです。このチャンネルは収益化するためにチャンネル登録者数千人以上を目指してます。チャンネル登録よろしくお願いします。